おはようございます。たかしです。本日は3月20日水曜日、ただいま10時1分。それではポンド円ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手の良い方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。前回お話ししていたのが、ここで3層も作るかもみたいな、そんなことをお話ししていたと思います。ただ昨日は日銀の発表によって円安が進行しておりますので、この3層を作らずに上昇してきたという形ですね。例えば昨日日銀の発表がなければ、このあたり3層の右肩、ここ左肩ですので、だいたい190円あたりっていうのは3層の右肩が意識されて下落した可能性があります。ただ下落はどこまで続いたかは分かりませんが、一旦は意識されるということですね。ここで3層を作りそうな動きをしてくるみたいな、一旦の下落、一度ここで調整の下落をしただろうポイントだったんですが、結局日銀の発表によって大きく上昇したっていうのが現状です。で、ここを3層の例えば右肩でエントリーする場合、ちょうどここを左肩と同位置ぐらいになりますので、このあたりからエントリーするということが考えられるんですが、トレード負けやすい人の特徴として、寝頃感でエントリーするっていうのがあるんですね。寝頃感っていうのは、今ですと190円という切り板とか、そしてこの3層の左肩がここにあるから、ここから下落するんだと思い込んで190円付近でショートエントリーしてしまう方がいるかもしれませんが、それは寝頃感でエントリーすると言います。寝頃感でエントリーするのではなく、例えばここに3層ができるだろうという仮説を作っていたのであれば、この右肩付近で上げ止まりを待つんですね。しっかりここで上げ止まったのを確認してから、そこからショートエントリーしていくっていう考え方です。こうやって3層をイメージしていて、そこを否定してくると予想が外れたというような言い方をする人がいるんですが、これは予想ではなく、あくまで仮説ですので、こういう風に動けばここからのエントリーができますねっていう、そういう考え方をしますので、予想が当たった外れたっていうことを考えている方は、この先も買っていくのはなかなか難しいと思いますので、そこはご注意ください。予想でトレードするんじゃなくって、上昇するからそれについていく、下落するからそれについていくっていう考え方ですので、根本的に考え方が違うということを覚えておいてください。ではここからなんですが、現在はこの黄色いラインを引いてます。直近の高値に当てたラインなんですが、その辺付近に本日はあります。ですので一旦押しをつけてほしいんですね。ストキャスティクスも高値圏にありますので、一度押しをつけて上昇していくとエントリーポイントができるんですが、今のところ上げ切ってますので、一旦は冷やし単位では様子見をしたいところです。では4時間足です。4時間足にはこういった緑のトレンドをつけて下落してきてまして、そこの直近の戻り高値の黄色丸を超えてきましたねというところまでは話しておりました。そしてそこからの上昇が早かったですね。でもチャートとしては綺麗なんですね。黄色丸の高値を若干ですが上抜けて、 GMMA の青帯付近に押しをつけて、そこからの上昇になってきております。でこちらもストキャスティクスは高値圏にありますので、基本的にここの1週間ほどずっと高値圏付近で張り付いてますよね。ストキャスティクス中央よりも上部分に張り付いておりますので、かなり強めに上昇してきているのがわかります。で直近の高値も超えてきました。 191.3 というこの直近の高値も超えてきておりますので、基本的には上昇しやすいんですが、やはり日足も4時間足もストキャスティクスが高値圏にあるということは、一度押しを待ちたい、ストキャスティクスのこの過熱感が解消されてくるのを待ちたい、もしくは直近の高値付近まで押しをつけてくれる、そういう動き方を待っておくのが安全ですね。もちろんこのままスルスルと本日も上昇していく可能性はありますが、その場合は買い足でトレードしていくことも可能なんですが、いつ大きめの調整下落を起こしてもおかしくないと思いますので、例えば4時間足ですと今 GMMA の青帯との乖離がかなりありますよね。ということは、いつ4時間足の GMMA 付近ぐらいまで調整の下落をしてもおかしくないんです。そう考えると現在地からかなりの値幅下落していくことになりますので、その辺はご注意ください。では1時間足です。1時間足ここ1週間ほどの動きを見ていきたいんですが、まずはこの緑のトレンドラインの傾きに沿って上昇していたんですね。そこから先週末からこの白いライン、ちょっと角度が急になりましたよね。この角度に変わったんです。今まで緑のラインの緩やかな角度の上昇から、先週末から少し急な角度に変わって、そして昨日っていうのはさらにここからトレンドライン1本引けるんですが、すごく角度が急になっているの分かりますよね。ですのでこういうトレンド
ンドっていうのは強い上昇を起こしてきた時はその後必ず調整の動きをします。先ほど4時間足で見ていたのが4時間足の GMMA 付近までと言いましたが、それ以前にまず1時間足もストキャスティクスは高値圏ですので1時間足の GMMA 付近に押しをつけると考えるとこのあたりですね 191.3 ぐらいまで下落する可能性がありますので、現在が 192.3 付近で GMMA が今走っているのが 191.3 付近ですので1円幅ぐらい下落する可能性があります。そう考えると現在地から1円下落してもいいような準備はしておく必要があります。強い上昇トレンドではあるんですが、例えば現在地付近まだ上昇すると思ってロングエントリーをした場合は1円ぐらい下落してくる、そういう可能性を考えておきたいですし、もし損切りをせずにそのまま持っているのであればそれはトレードとしてはちょっと微妙だなと思いますので、基本的には下がってくるのを待つ、1時間足のストキャスティクスがせめて安値圏に入ってくるぐらいまでは待っておくのがいいと思います。もちろんこのまま上昇していく場合は一旦様子見がいいと思います。では次はドル円の日足を見ていきましょう。こちらも強く上昇してきております。直近の高値、この水色のラインを若干上抜けてきてますよね。そしてここを抜けてくると次のターゲットが過去の高値、2023年の高値になります。152円付近になりますので、今はそこを目指しているのかなと。ただし昨日結構強く上昇してきておりますので、本日は基本的には調整の下落を待ちたいですね。じりじりと下落してきたところからの次の上昇の流れをイメージしておきたい。日足のストキャスティクスも高値圏です。では4時間足です。4時間足だこの過去の高値、先ほどの水色のラインを明確に抜けてきてますよね。本日抜けてきているので、このまま上昇していく可能性、152円ぐらいまで上昇していく可能性は考えておきたいです。ただ現在ですと 151.4 というこのラインですね、オレンジの水平線がありますが、その辺が意識されてきてますね。そしてこちらもストキャスティクスは高値圏ですので、一旦の調整の下落を待ちたいところ、先ほどのポンド円と同じように GMMA の青帯までかなり距離がありますので、そこまでの調整を待ちたいんですが、そうするとかなりの値幅下落することになりますので、ですので1時間足の GMMA ぐらいまでの押しは待っておきたいですね。現在は4時間足ですので、4時間足で考えるのであればこのオレンジの水平線ぐらい、150円ぐらいまでの下落を待ちたいんですが、今のこの動きを見ているとそこまでの調整をするとは考えにくいので、現在ですとこの水色の水平線に押しをつけて上昇する、 150.9 ぐらいまで一旦下落をして、そこからの次の上昇の流れっていうのをイメージしておくとトレードはしやすいと思います。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯で綺麗に上昇しているのが分かりますね。ここ1週間ほど GMMA の青帯付近でずっとサポートされつつ上昇してきております。昨日も GMMA の青帯に一度接触してからの上昇なので、今は1時間足の GMMA が綺麗にサポートとして機能しているのが分かりますので、まずは1時間足の GMMA ぐらいまでの下落、先ほど4時間足で言っていた水色のラインはここなんですが、もう少し下に GMMA がありますので 150.5 ぐらいまでの押しをつけてくる可能性は考えておきたいですね。ただこの水色のラインも押しの候補ではありますので、 150.9 から 150.5 の間ぐらいのところで押しをつけてくれると、再び今までのような綺麗な上昇トレンドに戻っていけるかもしれません。また昨日のこの上昇ですね、ここを15分足で綺麗に15分足の GMMA に沿った上昇トレンドができておりますので、本日もそれを継続するのであればその流れに乗っていくのが分かりやすいですし、もしかすると1時間足の GMMA ぐらいまで押しをつけてくるかもしれませんので、その場合はその下落を狙うのではなくって、一旦押しをつけて次の上昇に転換するタイミングを見ておくとトレードがやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。